はいどうも、ライクと申します。メンテナンス先はね、いろんな更新来ました。早速ねお知らせ見ていきましょう。はい、というわけで早速ね TS 第2弾追加されました。まあ全体的にはね、まあ純正強化かなって感じなんですが、まあ松永さん出たのはね、かなり嬉しいですね。まああとミキサー開催中、やっとか、遅かったね結構ね。まああとね、プロ野球選手がねプロスピエースで対決、中日ドラゴンズ柳裕也選手対松葉貴弘選手。あ、これちょっと関係ないか。はい、というわけで早速ねラインナップ見ていきましょう。はい、というわけで見ていきましょう。まずはね松葉さんですね。まあ、松葉さんはね、まあ、結構ねリアタイでかつて中日バージョンですね、まあ、流行ったんですが、まあ、オリックスバージョンはねちょっと普通かな。球種もそこまで尖って強いものはないし、まああとね特殊能力もね、そんな強くなくて、キレ安定感伸びっていう感じなんで、まあ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 あんまり強くはないかな。まあしょうがないっすね。まあ今回はで次ね厚尾っすね。厚尾ねステータスミート74、パワー82、走力73、結構バランスが良くて、守備もね73で、まあ割といいんじゃないかな。ちょ補給 E が心配。今日ねパワーヒなんで、まあ、パワーヒね、まあ、少し強化されたとはいえ、やっぱり降格アーチの岡本さんとか出てるんで、まあ、そこを比べるとちょっとしんどい部分はあるかな。純正でもどうなんだろう。で次はね栗山さんですね。一応ねミート A で、まあ、全体的にね、まあ、ヒット打ってたんだろうなっていうステータスですね。まあ、走力も B で、それでね守備も B あるんで、まあ、ぼちぼち守備はうまいんですけど、まあ、やっぱね秋山さんがねかつて出ていたんで、まあ、そこと比べるとね、ちょっとね使いづらくはなってくるかもしれないですね。で次がウィーラーですね。でウィーラーもパワー A あって、一応ホームランは狙えるっていうステータスはしているんですが、まあちょっとね、あ、これ補給とかスローイング裏捨てだいぶ心配ですね。まあ守れるところは多いけどね。であとプルヒッターなんで、まあプルヒッターも結構好き好き出る分、まあねずっとね使っていくかって言ったらね、まあ楽天純正でもそうではないかもしんないですね。で次が松永さんっすよ。いやこれはね多分今回の TS で一番強いんじゃないかな。で制球も一応 B 乗ってますし、まあ球威もね、まあ A いかないけど割と高い。で球種がね、まあパッと見ねいろんな球種あって、おお結構いろんな球種あるなって、まあこれだけではね松永さんのね強さはねあんまり語れなくて、超大ピンチなんですよ。超大ピンチが出ればもうリリーフ的にもかなりトップクラスになってくるんじゃないでしょうか。結構強いっすよ。ロッテ純正必須っすね。12球団でもね結構強いんじゃないでしょうか。で次はね立山さんですね。制球が B、けど称号でね一応 A 行くって感じですね。で球種が多いっすね。スローチェンジアップ、スロースライダー、スローが結構多いな。あ、スローシンカーもあったか。スローが結構多いっすね。でその後特殊能力、お、緩急か。緩急確か今回新しくついたやつなんで、まあ、緩急の効果によってはね結構打ちづらくなる可能性も秘めていますね。まあ現時点ではねめっちゃ強いとは言いづらいんですが、可能性はありそう。で次はね福地選手っすね。ミート A、 走力 A、 多分1番か2番だったんだろうな。いや守備は全体的に C なんで、まあ特段良くはない。まあ正直ね、まあミート A あったとしてもね、こういう走力系の選手はね、リアタイでは使いづらい部分があるかな。他の選手にも結構強い人多いし、ただ純正でも使う人はあんまいないんじゃないかなと思いますね。で次がね東さんですね。いや東さんねもう TS 出る時期なんですね。藤波さんに次いでね結構すぐ TS 出たって感じですかね。けどね、まあ球種的にはまあまあちょっと厳しいかな。純正でも特に使い道はあんまないんじゃないかなと思いますね。で次に和田さんですね。ミート79、パワー66、低弾道ですが守備も普通なんで、これ純正でも厳しいかもしんないな。まあ12球団だったらね源田さんがいるんでね、このタイプだと、まあしょうがないかな。で次長野さんですね。ミート A、 パワー74、走力76とねバランスのいいステータスですね。で守備もね特殊で一応 B 行く感じで、であとね特殊能力超広角打法、バランスがいいですね。まあ12球団クラスではないんですけど、守備重視する巨人純正は使うかな。で次長川さんですね。長川さんねやっぱ2種フォークのイメージが大きいかな。制球はねちょっとあんまり高くないんですが、球威が A 行っていて、まあ、かつね2種フォークはやっぱり特徴的ですね。
まあ、大魔神の方がね、まあ、西フォーク界では強いんですが、まあ、だとしても結構強いんじゃないでしょうか。うん、広島純正は必須だと思います。で、最後がね、福田さんですね。今回初登場、まあ、称号でね、パワー A 行くことはできないんですが、まあ、一応ね、特殊能力はね、うん、超広角打法になっています。超広角打法、パワーヒッター、左投手、なんか昔のグラシアルを思い出すな、まあ、そんな感じが以上のラインナップですね。で、今回ね、ガチャ引くべきかどうかなんですけど、まあ普通に考えたらね、まあちょっとガチャね、引かない方がいいかなって思いますね。まあ例外を挙げるなら、まあ3通りあって、1つ目はシンプルにも、うん、お金たくさんあってガチャ何でも引きようって人、まあこれ当たり前ですよね。で、次が、ランキングで1人獲得しつつ、こっちでもね、もう1人獲得したい。まあ例えばね、まあ長川さんと松永さん取りたいなとか、あと純正で蝶野さん取って松永さん取りたいなとか、そういう人はまあ引いてもいいかなって思いますね。最後はシンプルにランキング走るのめんどくさい人。基本的にはね、ランキングした方がエナジー的な得なんですが、まあやっぱりね、時間がかかってしまうんで、そこをはしょりたい人はね、まあ今回引いてもいいんじゃないかなって思います。まあ僕は引きません。山本忍さんで10万使ってるんで、はい。はい、というわけでね、まあ今回のメインでございます。ミキサー引いていこうかなと思います。今回ね、広島で引いていこうと思いますね。まあね、割とね、オーダー的に使わない広島の選手も含めて、結構なね、選手が溜まっているんで、まあ3回くらい引けるんじゃないかと思いますね。まあなんで広島で引くかというと、床田さんがね、結構強いんですよね。床田さん。まああとね、坂倉さんもゲットできたら嬉しいみたいな。てかあれだね、ガチャ演出が変わった影響で、ミキサーもね、この古いガチャ演出に変わりましたね。まあこういうことは、あのバット当たって新選手確定とかもありえんのかな。あ、そうなってくると、GS ミキサーでバット当たらなかったら逆にめっちゃやばい説あるな。はい、次は1人目。うわ、もうかぶりやんけ。いやー、マジかこれ。で、これバット当たんなきゃやばい説、結構これ、本格的にちょっとバット当たんなかったら、かぶり選手説、だいぶ濃厚。これあり得るかもしらんな。どうしよっかな。って考えると、これ演出最後に見た方がいいな。これ投げんだよな、この演出。これ演出がね、ちょっとしょうもないんでね。いっちゃいましょう。うわ、待って、かぶってやがる。ちょっと待って、これ。待って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 。あと1回か2回しか引けない。ちょっと待って、磯端。あ、これラスト説あるな。これちょっと、マジで、ミキサー結構楽しみしたけど、こんなすぐ終わっちゃうもんすか。うん、演出負け。これな、演出見たところでな、別に2枚引きとかも関係ないしな。もう逆にこれ2枚引き演出とかあんのか。うわ、マジでこれかぶってやがるよ、ほんと。これは非常にまずい。待って、 S ランクいなくなるんですが、ちょっとどうしてくれんすか、ほんと。これガチでラストやな。どうしよう。どっちもいいか。これ広島ラスト。これ最後ね、演出しっかり見ていきましょう。バット当たったら新選手確定ですからね。けどこれバット当たんなかったら、これもう動画速攻で終わらせたのかな。どうなんでしょう。あ、これ当たるんちゃう。あ、当たっていく。今ボールでかいと思ったんすわ。所さん来てくれ。セカクラでもいいよ。頼むよ、新選手、広島誰が出る。おお、ちょっといいな。